皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。こちらのビデオでは、今回発売になる新刊ですね、こちらの新刊、もっと稼げる自宅教室の集客制約バイブル、こちらの本の内容についてお話をしていきたいと思います。まだ本当の本が上がってきてないので、こういう状態なんですけれども、前作、こちらの本を出版いたしました。しっかり稼げる自宅教室の開業集客バイブルということで、非常に多くの教室の先生にご好評いただきまして、Amazon カテゴリーランキング1位、サンズリ出版まで果たした非常に人気の本となりました。皆様のおかげです。ありがとうございます。でこちらの方の内容を受けまして、続編として、今回出版しましたのがこちらの本になります。前回と一番大きく違うところはですね、制約という言葉が入っています。集客はどちらも入っているんですけれども、今回の一番のメインは制約の本であるということが一番メインになっております。なので、この本をなぜ、今回続き連作で書こうと思ったか、そのお話とですね、どんな方におすすめで活用していただきたいのか、そんなことはこちらの動画でお伝えしていきたいと思います。まずですね、今回この本をですね、出版しようと思ったきっかけになるエピソードがあるんですが、どういうエピソードだったかっていうと、今回はメインはこの制約をお話をしたいと思いました。もともと私は営業職でずっと仕事をやっていて、でその後自営でパン教室をやり、そのノウハウをベースにコンサルタントをやっているという、そういう経歴を持っているわけなんですけれども、私の中ではですね、制約っていうのは非常にこう営業職だったものですから当たり前で、例えば営業職でいうと、どんなにお客様の先をたくさん回る営業マンだったとしても、それが契約として身になってこない限りは、通常は会社から評価はされにくい。中にもちろん訪問件数をきちんと評価するという会社もあるんですけど、通常は契約を取ってこれたか取ってこれなかったかという分かりやすい数字が指標になるのが営業職ということになります。ということは、否が応でも制約率を意識しなくては営業活動がうまくいかないので、自分の時間は有限ですし、会社から与えられるリソースも有限ですので、その中で最大限の効果を発揮するということを考えた場合には、100件回って1件しか決まらないよりは、10件回って10件決まる方がいいわけですよね。現実問題、難しい難しくないは別として、理屈の上でのお話です。でそれをやるようになると、どういうことになるかというと、お客様の心理、あとはこちら側の提案の仕方、お客様がどういう状態であれば受け入れてもらいやすいのか、どういう提案だったら一番値段が高くてもスッと決めていただけるのか、そのあたりを非常に考えながら営業をもともとやっていた人でした。ですので、制約っていうのは私の中ではとても身近な話で当たり前のことであったので、その考え方をパン教室にも取り入れているので、ウェブ集客と営業力としての制約、これがセットになった形でパン教室を運営しておりましたので、普通に満席になる、遠方からでも生徒さんがいらっしゃってくださる、この教室を実現することができていました。そして実際にコンサルティングを始めて、商品はものすごくいいものを持っている。レッスンであろうと、技術であろうと、人柄もいい。だけれども、売上が上がらない。決まっていかない。そういう方の相談を受けるにつけ、なぜなんだろうっていうのを考えるようになったんですね。その答えの究極の答えが、この制約っていう言葉です。結局、集客がたくさんできてもですね、制約率が上がらない方は数字として反映されないんですよね。だから儲からない、儲からない、全然赤字です、売上が上がりませんっていう方の場合ですね、インタビュー何項目か私の中でしようと思っているインタビューの内容があるんですけれども、必ずしも集客量じゃない場合が多いっていうことに途中で気がつきました。ただ全くゼロの人を一人決めるっていうのは無理なので、せめて少しは集客量がないと決まらないんですが、大量の集客はいらないということです。大量の集客がなくても必要な分決まっていけば何ら問題がなく、むしろ制約率を上げることの方が売上収益は上がっていくという
結論に至ったんですね。なのでそちらを中心にやはりお伝えしよう、お教えしようと思ったのがこちらの方の本になります。なので、集客ももちろんお伝えしています。ただ制約率が悪いと結局利益にならないということで、そこをポイントにしたお話をしています。ですので教室が赤字決まっていかないっていう方、見直してほしいポイントは2つなんです。集客ができてないのか、集客はできてるけど制約ができてないのかっていう、このあたりが大きなポイントになってきます。でこの制約率を手こ入れをするのは集客量を上げるより簡単なんですね。ですのでゴールに近い方から手を入れるっていうのが私の考え方ですので、今回のノウハウは主にその制約率を上げていきましょうという内容で、非常にこう実践的な内容になってます。どういうシーンでどんな言葉をかけたら決まっていくのかということと、顧客の購買心理とかですね、まあ営業とかやられてる方とかはご存知の話とかも結構多いと思うんですけど、それを教室に置き換えた形で、全て前編書かれているっていうのが今回の本の大きな特徴です。そして同時にですね、前回の本もそうだったんですけれども、こちらの本の中でですね、実は一番人気があったのはノウハウはもちろんなんだけれども、マインドセットの部分ですね。要は心持ちをどう整えていくかっていうお話を後半の方で書かせていただいたんですが、結局そちらが指針になって前に動き出す気持ちになった、実践する実践力をつけようと思ったとか、まあいろいろなお声はいただいているんですけれども、結局気持ちが整って前に行こうと決意しなければ前に行けないんですよね。だから前回の反響がですね、それがあったがゆえに実践できたっていう声が非常に多かったので、今回もその内容はマインド部分も入れてあります。行動を起こすための一つの指針と、くじけない折れない心とか、そういったものも合わせ持つので、ビジネス書にしては珍しい自己啓発とは言いませんが、マインドを扱った部分と両方載っている、ハイブリッドなタイプのビジネス書になります。私の生徒さんに先行で読んでいただいた方の感想では、泣けるビジネス書というようなお話もいただいたこともありますので、内容そのものをきちんとその通りにやっていただけば売上が上がるような本になっております。ですので集客はもしかしたらできているのかもしれない、集客量が足りないかもしれないけれども売上を上げたい、制約率が悪い方ですね、特に 50% 以下の方は特に読んでほしい、そう思っております。それがまず一つ目ですね。で実際にじゃあどんな方におすすめなのかっていうと、基本的にはやはり前作同様ですね、私の一つの肩書きが教室集客、自宅教室の集客開業のコンサルタントになりますので、そういった教室系の方にはもちろん読んでいただきたい、お料理、パン、お菓子、フラワー、雑貨、いろいろありますけれどもね、そういう方たち、あとはご自身の事業に置き換えて考えられるのであれば、整体院とか、あとサロンとか、美容院とか何でもいいんですけれども、あらゆる接客業に関わるようなサービス業の方、全て制約率っていうのが絡んできますので、そこを一つ活用していただければいいかなと思いますので、前回の姉妹本になっていて、前回の集客よりさらにちょっと内容がグレードアップした深い内容、数字の話も相変わらず載ってますけれども、そこももう一掘りしたような内容になってますので、ぜひバイブルとしてお手元に置いて実践活用していただければなと思ってこの本を書きました。ですので今回この本を手に入れていただいた皆さんの待っている未来は、この通りにきちんと実践できれば確実に売上利益が残るということ、できていない部分を修正していただければですね、あとはそういったものにこう突き進んでいくための強い経営マインドですね、こちらの方を合わせて手に入れることができる、その名の通りバイブルですねっていうお声もたくさんいただいておりますので、片手に持って何度でも読み直し引き直ししていただいて実践していただけるように本になっておりますので、ぜひお手元に、持っていただければなと思い、この本を書かせていただきました。皆様ぜひお手元に持って実践してみてください。それでは。